楽やるのにこう恋とか、はい、恋愛みたいなのっていうのは関係あるんですか？関係ありますよ。まあ、恋愛に関わらず感動する景色だとか、うん、食感だとか、うん、食感千代ちゃんなんかその子供が生まれた時の、うん、その食感じゃないとは思うけどこれがね、そうそうそう、うん、でも触ったことでの満ち溢れる愛みたいなのは、うん、あの絶対、そうそうそう、絶対何かにつながっていくので、うん、お二人はこういろいろ作品見ていくと結構このセロリ先生はこの絶滅危惧種の音ではこの絶滅危惧種になるような、話すと長くなるので、うん、あれですけど、これは実はあのこっちは例えば旅をした自分の体験から、うん、あの曲かイメージするんですけど、うん、これはこれをコラボしたここに音の台所さんっていう、はい、あのイラストを描かれた方とのコラボをしようねっていうのが先にあって、それで彼女 の, あの絵も可愛いし、それから声がすごい素敵なんですよ。それでこうあの朗読をする声があって、それでね、それとコラボしようよって言ったら、彼女が絶滅危惧種っていうテーマを出してきたんですよ。でやるやろみたいなことで、でもそれもだから旅と一緒で、旅で現地の人とご飯一緒に食べたりとか泊めてもらったりとかした時の、ああ楽しかったっていう環境と一緒で、あーこの人と一緒に何か作る、でそしたらその人が絶滅危惧種の、まあ、絵とか送ってくるわけですよ、写真とかあの動画とか、であかわいいこの鳥なんだって思った時の心の動かされが曲になる。これも才能の領域ですよね。こうでそれがね、これ写真見てもそれを芸術とか作品に変換できないじゃないですか、普通。うん、それがなったみんなができると思ったらいけない。だからそれを絵にしちゃう人は画家になるし、俳句にしちゃう人は俳句、うん。それが表現っていうことだと思うんですけど、このまず。この言葉ってどう出てきたの？ポポリラ、ポポトリンカ、こうなんかこういうのもインスピレーション。口から。でもね、普通出ないですよね。うん、すごいこの語感とか。いや、そう、だからその言葉で遊ぶのは面白いじゃないですか。あ、じゃあリズムとかもすぐに言葉に変換したりするんですか？え、結構やります。5連符とか。ね、あお年玉、お年玉とか、お年玉とか、あもうなんかもうじゃあラッパーみたいな、なんかそうじゃない、そうじゃない、ちょっとな何で何にこう、私これは、うん、あのそれこそ北海道にいた時に初めて見る雪景色、例えば晴れの日も雪が降るんですよ、旭川だったんですけど、でその雪も水を全く含んでなくて舞うんですよ、下から、うん、下から上に雪が舞う、しかも晴れの日にとかいう景色やっぱ見たことがなくて、もうなんか絵日記というかその景色を忘れたくなくて絵日記みたいに書いた曲なんですね。それでも描写じゃなくて心情を、それはさ、その見るじゃん、うん、あー綺麗って思う、うん、そしたらそれピアノに来るの、あ、いや、そう、多分、うん、いやいや、こう聞こえてくる、バーって聞こえてくるときはバーって来るけど、うん、すごい自分がこう感動してるとき、うん、例えば夜歩いて月がすごい明るい雪景色、雪にそう月の光が照らされて明るい夜を歩くとこういう心情になるんだって、こう自分と向き合うと聞こえてくるとか、それがまあ1週間後の時もあるし、その瞬間の時もあるし、じゃなくてもあの時こう思ったって残ってたら曲になるし、で子供が生まれた時に書いた曲1曲入れてるんですけど、もうそこにもう3ヶ月とかもうちょっと落ち着いて夜寝れるようになった時の昼寝をこう置いて、もう当時、まあ、多分いろいろなバランスの問題でずっと泣いてたんです、嬉しくて、嬉しいのとなんかいろいろあふれる愛のそうだね、でもほん一瞬で書けました、その曲は息子のに一瞬で書ける曲と、そうもう揉んでも揉んでももう捨てる曲とあるよね、そう、うん、前に生徒がママの台所、あ、はい、ありがとうございます、あれ10分ぐらいで書いてました、あ10分ぐらいで書いてましたあれもなんかね、台所からもねトン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 とこう、うん、何あの包丁でね、うんうんうん、あの切るようなね、あの、あ、ありがとうございます、ね、音が聞こえてきて、うん、やっぱりそのお子さん
からの影響っていうのもすごくあるのかな。あれはどうなの？あれ学生の時から。そうだよね。あれ学生の時なの？自分のママへの。あ、そっちなんだ。そうなんですね。マネになったから書いたんです。そうか、自分が聞いてたから。多分。なるほど、そうなんですね。そうだと思います。でもほんとつるっと書いた曲を愛してもらえたり、うん、すっごい頑張った曲誰も頑張りすぎっていうのあるよね。あ、つるっと出たやつは自然な環境がそこにこもってるから、うん、聴く方も譜面から自然なものを受け取れて聴きたくなると思ってくださるんじゃない。ごねごねしたやつは、うん、ね、お子さんへの絵本、はい、音楽絵本もね。そうですね、やっぱ母に親になってあの作曲家になっても教えていないので、その子育ての家庭でこう子供の何て言うんですかね、うん、ま、こう目の当たりにして、うん、あ、この子たちが音楽ってこんな面白いんだってあの思ってもらえるものを作りたい、もうこの子たちのためにでもターゲット絞れるし、うん、子育てのアイデアがね、いろいろ浮かんでくる、うん、子育てでなんか今までの自分と違うものとか出てきたりしますか？全然違う。どういったところが変わってきたとかあります？その子育てだと自分が思うようにいかないこととかもなんかあるのかなと思うんです。そうですね、でもその子育ての中の葛藤が曲になるっていうことの次元よりも、うんうん、もう一人二人の生命を、うん、自分の命よりも大事なものを自分の命がけて育てて、うん、家庭で音楽を生むっていうことはなんかちょっと変な話ですけど、なんか些細なことに感じてきて曲をなんか今まではもう曲が書かなきゃだったんだけどちょっと変なんか良くも悪くもちょっと肩の力が抜けて、逆になんか私生活の相談の方が多いってなんか気がする。なんか私の中でまだ今子供小さいのでもう生活のもう9割が、うん、あの子供に寄せて最初の10年ぐらいはそうしようと決めていたので、いろいろ無礼はあると思うんですけれど、あのやっぱり音楽に対する思いがよいい意味でちょっと、うんうんうん、いやそれが逆にいい方に出て、なるほどね、あの肩の力が抜けたいい曲が書けて、そのまあ音楽物語って本になったものに対して曲をつけてまた曲集になってるやつが出た時に、ああもうこんだけ若い人が才能あるあの作品を書いてくれるんだったら私はもう一生ふざけてやったみたいなありがとうみたいな、でもこう生活人として生きる明日を起きて朝ごはんを作って、うん、そっちの余裕が今ない生活をすることが必死です。よく頑張ってると思うんですよ。原畑先生は日が昇るとともに起きる感じですか？全然起きないですよ。日が昇るとともには起きないんです。夜は強そうですよね。日が覚めるとともに起き、食べたいものを食べ、うんうん、好きな時間、好きな時間に好きなことをし、うん、じゃあ仕事場行って好きなだけやって、あ、ダメだ今日はもうダメと思ってしまって家まで歩いて帰る途中で、あ、こういうのにすればよかったって思い浮かぶんですけど、あ、もうちょっと10メートル来ちゃったからまあいいや今日は出してって言って帰るっていう、そういう毎日を曲ね、つかない。え、あれですか、このいろいろいろんな国に行かれてるってね、いうことですけど、どんな国に今まで行かれた？変なとこが多くて、うん、アフリカの国だとか、アフリカ、ブルキナファソっていう、知らないでしょ？もう知らない。ブルキナファソっていう国があるんですけど、まあ、内陸にあるんですけど、うん、そことか、ラオス、それも内陸なんですけど、ね、インドシナ半島の真ん中に。え、なんでやっぱりあの動物系なんですか？関係ない。いやいやいや、そういうんじゃない。実は結構あれです、近代的な。あ、でもない。でもない。もうあの砂漠になりそうなところだったりとか。何してるんですか、そこで？いや、そこ村を建つ。村を建てるの？いやいや、なんか今砂漠って、ね、砂漠に一人の人々はあのセロリ先生がこう、まあ、思い浮かんだ。そうじゃない。人に会いに行くんです。人、うん、知り合いがいるんです。知り合いです。なのででも危険もいっぱいなので、もうすごい根回しをして、それで村に入らせてもらう許可を取りで行くんです。
そうすると村の人はなんか外人が来たっていうんで、うん、すごい大歓迎してくる。どういう格好してるんですか？別にこう最初なんか外人の人が日本人は侍みたいなイメージじゃないけど、あ、そうじゃないですね。まあ村って言っても、まあ、きちんと普通の服着てる。村の人たちはあの民族衣装を着てたり、民族衣装着てる、うん、あの民族衣装っていうと大げさですけど、うん、まあ、布巻いてるだけなんですけど、先生も布巻いてるだけ。いやいや、だからこっちは T シャツと行くんですけどでもそうすると村を挙げて歓迎してくれて、うん、その歌を歌ってくれたりするわけですよ、うん、それでこう一人一人が女の人が一人一人あーにゃーにゃーみたいな歌を歌ってくれるわけそれをすごいいい歌を歌ってくれるんで、うんうん、これって何村に前から伝ってる歌なんですかって言うと、うんうん、いやいや即興だよって。即興でみんなよく来たねとか、うん、私たちはここに住んでるよとかいうのをこう即興で受け継いでるんだっていうのを聞いて、うん、いや音楽の力ってすごいし、人の個人的な思いを言っているのに、それがその外国の人の歓迎を村を挙げて歓迎しているという意味合いになっていくっていう、これはすごいとかいう、そういうあれを受け取れるので、音楽はい、ね、なるべく現地の音楽に切り込んでいきたいような旅をします。そうですよ、ね、面白いですよ。ブルキナも言ってましたね。あ、バヌアツ、バヌアツ、バヌアツは南太平洋の島なんですけど、うん、そこもみんな音楽すごい大好きで、一緒に先生も入って歌ったりすることもある。バヌアツはね、野外音楽祭があって、うん、でいろんなブラックの人たちがこう自分たちの音楽をやりに来るんですけど、まあ、ちょっと出ちゃいましたけどね。出ちゃったの？バヌアツの歌。何で歌一緒に行った子がギターの弾き語りする男の子だったんで、その子と一緒にバヌアツ語の歌を作って、バヌアツ語バヌアツ語っていうか、ビスラマ語っていうその南太平洋のある、うん、あの語。英語がすごくイギリス領だったりしたこともあったんで、はい、英語があれなんですけど、でもビスラモン語がまだ残っていて、うん、英語の影響をすごく受けてるんですけど、それでサンキューベリーマ、サンキューベリーバッチのことを、うん、タンキュートゥーマンスって言うんですよね。すごい感謝があるタンキュートゥーマンス結構勢いありますねでそういうので言葉をもらって歌にして、さあみんな一緒に歌おうみたいな。できないですよね。だからゼロリさんしかできないです。でもなんかこう、あなたも一緒にやるのよって、なんかそこまで乗れるかなみたいな。できないですよね。いやいや、それで、そのアフリカから帰ってきた時に、アフリカのイベントちっちゃいのやったんですよ。で、その時に、ちょっと手伝ってって言って、で、そのアフリカの民話を紙芝居にする若者たちがいて、で、その子たちと知り合ったんで、紙芝居をした時に、ちょっとさ、太鼓、うん、買ってきた太鼓があるから、ね、民族の太鼓を叩けって言ったら、たそりゃもうすごい上手いですよ、即興で太鼓。そうなんだ、ちょっと懐かしいの。あれはすごい、まあ、さすがと思いましたね。面白い。全然着地しないです。今度、この、お二人の子ね、はい、ぜひこれご紹介した。6種と8種。6種6種っていうのは、じゃあこうですね、1、2、ね、はい、3人で弾く、うん、8種は4人で弾くんですけど、うん、これどうしてこう生まれたんですか？これきっかけは何？きっかけなんだ、うん、私が多分セロリさんで何か作りたいってもう、うん、ずっと言ってたんだと思う、うん、言ってそれを叶えてくださる編集者さんがいて、うん、そうそう、でも一緒にこうオムニバスでやるだけじゃつまらないから、うん、なんかやろうって言って、新しいアイデアが毎回、うん、毎回なんか次なんか仕込もうよって言って、でその2冊目、1冊目は前とりあえず真面目に作ったんですけど、2冊目はせっかくだからさ、なんかさ人がやらないことやろうよって言って、うん、2人で1曲を書くっていう、うん、パスし合ったのはこっちだっけ、そう、2の時に2人で1曲を書くのをぜひやろうって言って、うん、でもどうやってやるんだろうねみたいな話になって、それでまず先に発想としてそのシマウマのキャリーちゃんとハヤブサのテオくんっていう2つのキャラクターを決めて、うん、で私がテオだからあんたキャリーねって言って、うんうん、それでキャリーのテーマを書
書いてって言って、テオのテーマを書くからって言って、うん、じゃあ、まあ、最初はテオが出てくることにしようって言って、イントロとちょっとテオが出てくるところまで、はいって曲の途中でパスされるで来たみたいな、でその続きを私は島山くんの気分になりきって書く、でまたある程度したらパスする、うん、で2人で喋ってるシーンとか、で最終的には実は最初から仕込んであって、うん、テオのテーマとキャリーのテーマは重ねて演奏できるように仕込んであるので、最後は重なってテオ、すごい、そういう発想もやっぱり、うん、ね、私には全く浮かぶことではないので、うん、すごい、まずテオとキャリーかこれはこれ どれぐらいのこうちっちゃな子でも弾けるのか、大人の方どれぐらいの、キャリーはかなり難しいね、だからちっちゃな子でも弾ける曲も最初の方に入ってるし、うんうん、最後は原稿をちょっとステージでやってほしい、先生とかでも、うん、じゃあ早速ちょっとね弾いてみましょうか、ね、本当ですか、はい、ありがとうございます